ヘアセットを長持ちさせるスタイリング術を教えたいと思います。ヘアオイルをつけてドライをしていきます。ベースの状態が整っているとつけるワックスのノリも良くなってスタイリングが長持ちします。ドライは根元を大きく動かして立体感を作っていきます。ではワックスをつけていきます。量はこのぐらいです。髪にムラなくワックスがついているという状態がスタイリングを長持ちさせる大きなポイントになります。前も同じ量をつけていきます。髪の毛を動かしながらなじませると立体感やしっかりとした動きが作れるようになります。最後にスプレーをかけます。頭から少し離して大きくスプレーを動かしながら振りかけます。最後にスプレーを指先にかけて少しつまみながら空気感をプラスしていきます。ボリュームを抑えたいところは指で潰して形にメリハリをつけます。はい、これで完成になります。いかがでしたでしょうか。ぜひトライしてみてください。ネイビーの宇野でした。ありがとうございました。